親指でまず押します。押しながら前に移動していきます。自然にくるんとなってニョッキの形ができました。じゃあ皮を剥いていきますよ。はい、シュイーン。じゃがいもはね、冷凍するに限りますよ。はい、剥けました。ツルッツルでしょ。ツルッツルですね。はい、お遊びをじゃがいもが逃げれるように置いて、うん、上からかけて綿棒とかでね、こうやって潰してもいいかもしれないですね。もうだんだん潰れてきました。うん、おいで。まだ熱々だからちょっと粗熱が取れるまで一周置きます。はい、ねっとりしてる感じ分かりますかね。ほら、冷凍じゃがいも効果でチリです。これ、うん、ここに味をつけていきます。はい、塩、まあ、少々ね、ひとつまみぐらい入れますよ。はい、今日はコクを出したいので卵黄を入れたいと思います。はい、なので粗熱を取ったの。もう熱々だと卵黄が固まってしまいますからね。はは、はい、で、なじませます。はい、入れます、薄力粉。はい、はいはい、まあ、ちょっとね、ふるいにかけてここは丁寧にやっていきます。そして全体が馴染むように混ぜ合わせていきます。この粉っぽさがなくなるまで手でこうグイッと押してあげるという感じです。ちょうどいい耳たぶぐらいの硬さ。硬すぎたら水をちょっと入れるとか、柔らかすぎたら粉を入れるとか調節してください。はい、じゃあね、ニョッキの形にしていきますよ。はい、それぞれ棒状にねしていきますよ。私はね、この5本10本の指の力加減を全部変えてんの。え？ちょっとここが細いの分かります。分かんない。そしたらここに強さを、ここにちょっと力を真ん中を入れてこっちに生地を持ってくるっていうね、スペシャル。ここには力を入れずに他のとこだけ伸ばすっていう。すごいですね、10本の指を駆使してすごいよ、ピアニストも真っ青じゃないですかこれそしてちょっと太いところにほんのり力を込めるが、ほら、おお、すごい、すごくない、ほらじゃあちょっと2センチぐらいにどんどん切っていきます。はい、はいはい、切れました。はい、打ち粉をねしたいんですけど、うん、こっちはちょっと強力粉の方がいいですよ。親指を当てて、うん、くるんと転がします。くるん、親指でまず押します。押しながら前に移動していきます。自然にくるんとなってニョッキの形ができました。結構押す力が足りないと下に転がっていかないから、うん、結構しっかり押してください。ここでくるくるできました。はい、塩入れます。はい、白玉粉をね茹でる時みたいに浮いてきますから、はい、浮いてきたら順次取っていってください。はい、のきちゃん、はいはいはい、冷たい、はい、上がりました。冷ましたニョッキをざるにあけときました。うん、はい、ゴルゴンゾーラソースで食べてみたいなと思って。あ、もうこれ生クリーム直接、あ、まだね火つけてないから、食べたい量だけ、食べたい量だけ。あ、もうこれだけでも、まあ1対3ぐらいかなチーズが1、うん、生クリームが3、そう、うん、これ溶けて塩コショウして終わりだから、うん、あのポークソテーにも合う、チキンとかお肉とかにお魚にも合うソースだから、うん、でちょっと入れますよ。はい、これ結構あの塩気のあるチーズだったので、うんうん、私は塩をしないで、うん、辛くなっちゃう、しょっぱくなっちゃうからね。ガリガリガリ、好きなブラックペッパーをいっぱい、うん、とろみがついたなと思ったら、はい、完成です。はい、冷凍じゃがいもニョッキだから、うんうん、もうねっちり、薄力粉を使ったと思えないぐらいむっちりしてるわけ、うん、でこの味も味わいたいから、ね、美味しいオリーブオイルと粉チーズをパラッと振りかけて食べるのもおすすめだから、ちょっとこっちも